トークということで、おい、先週はね、あのゲストが来たのでフリートークなかったんですけども、はい、タイガーさん来ていただきました、はいはい、僕ね、普段こう、まあまあ生活してて、うん、そのあんまりその怒ることないでしょみたいなことをよく人に言われるんですよね、うん、確かになんかイメージ的にないですよね、さんそんなに怒るイメージないですよね、ないですよね、うん、もう確かにそのあんまり日常怒ることないんですけど、僕の性格的に、うん、でも、やっぱりそんなゼロではないですよね、やっぱり、あ、やっぱ怒ることあるんだ、怒ることはあるというか、ムカつくこともやっぱあるんですけど、うんうんうん、例えば、僕昼間そのバイト、アルバイトしてて、その肩下げバッグ背負ってて、うん、はい、そのバイク乗ってるアルバイトしてるんですよね、はいはい、でそのバイクの鍵を落とさないようにその肩下げバッグのところにこうゴムでぐるんぐるんしてるところの鍵ついてる、うん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 、分かります？分かります、コイル状になってるようなゴム、そうそうそう、ゴムの鍵をバイクのこうやって落とさないようにしてつけてるんですけど、それをその肩下げバッグの中に入れてて、でそのなんかまあそのバイト用の道具でファイルだとかなんかいろいろ入ってるんですよ、その肩下げバッグに、はいはい、でその鍵を取ろうと思って、その何て言うのかね、そのゴムをこう引っ張った時にその鍵が先っちょがどっかに引っかかってて取れなくて、グググッつって、うんうんうん、あーと思ってグッて引っ張ったらそれがピンって取れて鍵がガーンって当たる顔面に当たるっていう、はい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 、多分あるあるだと思うんですけど、それがもう痛くて痛くて、鉄の鍵ですからどうしてこの怒りをどうしてそうだよ、それをどこへぶつけてるか分かんない、ぶつけてから悪いのは僕ですから、もう横着してその引っ張って、いや悪いのは鍵だと思うなこの鍵許さんみたいな、いや本当どうしていいか分かんないし痛いし、あーそういう時ってありますよね、なんかあるじゃないですか、なんかどこに怒りをぶつけていいか、すごい単純にそのよく言うけどさ、タンスの角に小指ぶつけたとか、はい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 、確かに悪いのは自分だと思うんだ、足をさ、うん、ギリギリとここんなことやってるから、ただ本当にあの時の怒りをどこへどうぶつけていいのかってあるよねあるじゃないですか、そう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 、タンスが悪いわけじゃないんだけどさ、自分が悪いですからね、いやまあそういうのもありますし、あとね、そのこれ前話したことあるかな、なんか僕そのね、昼間これもバイトの話なんですけど、そのいろんな家に行くんですよ、ピンポンをして、はいはいはい、まあ、お金料金、公共料金払ってもらうっていうバイトで、ほんである時、ね、こうエレベーターに乗って、もうその時行くのがもう14階だからって、こう14のボタンを押したんですよ、そしたらそのこう閉まる瞬間にその小学生は女の子ぐらいの3人ランドセル背負った女の子が3人バタバタバタって乗ってきて、はい、でそのエレベーターの中でこうじゃれ合うんですよね、こう押し合いくしてね、そういう女の子3人が、そしたらその押した女の子がその壁にドーンってぶつかった時に、そこのエレベーターっていうのはそのこの乗った時に押す他に横にもついてるの、ボタンが、はい、ランドセルがバンってぶつかって全部ボタンついてそれでその女の子たち3回ぐらいで降りてって、それから14まで行くのもう一回一回開いて各駅停車そう各駅停車でもうこの怒りをどこにぶつければいいか、もうこんなのもねあって、そういうのでムカついたりとかもあります。あの特にそのなんだろう、縦にというかさ、こう入りドア入ってすぐのところにこう縦に並んでるやつじゃなくて、うん、横方向でちょっと低めの方についてるやつは あれ車椅子用なんだよね。あ、本来だから あそこの例えば実はその開くとかって縦の方を押すよりもこっちの方が空いてる時間が実は長いのよ。へえ、やっぱり車椅子の出入り用に。はいはいはい。だからこっちで押されると、もしかしたらね、こっち全部押されるよりも一回一回がね長かったかもしれない。僕だからこれ一回一回閉める押しても、もう各駅停車で本当にもう時間かかって。あれってなんかでもこうやってカッカッとかダブルクリックすると消せない？なんかそれそのメーカー、エレベーターのメーカーによるらしいんですよ。ああ、そうなんだ。だから僕も本当チョチョンって押したらその消えるのも経験あるんですけど、間違って押してあってやってもうならないやつもあるんですよ。なんかね、長押しとかなんかいろいろある。いろいろあって。はい。長押しすると長く止まってくれたりするとかいうサービスはないの？サービス。なんかあるらしいですよね。まあ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 、でもまあその子もねわざとやったわけじゃないと思うんだけどね。まあまあそうなんですけどね。いやでも子供らとね友達とじゃれ合って入ってきたら、あ長谷川がいると思ってこうやってバンってやってさ、わざと全部各界止まりにしてやれみたいな。いやいや長谷川がいる。長谷川がいるだって。まあまあね、そういうのありますよね、日常で。まあ
まあいろんなことがありますから、はい、まあその怒りはね、なんかね、さっき聞いたらほら、ね、6つ数えるといいんだって。ああ、なんかね、そういうね、噂というかあれもあるんですけどね。噂じゃねえよって、噂じゃねえよって。本当に、あ、じゃあ、1、2、3、4、5で1個起こった時に、ゆっくり数えて、こう、沈めるっていう。3の倍数でふざけないとダメだよ。昔ありましたけど、ということで。はい、皆さん、怒りは6数えてください。はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。また来週。